皆さんこんにちは、ヤビユーナです。どうも。はい、今回はですね、ちょっと土曜日ということで、本当だったら Vlog デーなんですけど、まあカメラを壊したりなくしたり、ちょっといろいろ不都合があったので、今週は Vlog をお休みさせていただきます。来週にね、ちょっとまとめてまた土曜日に Vlog 出そうと思ってるので、ぜひそちらの方もお楽しみに待っていてください。はい、でですね、今日急遽、まあ、Vlog が出せなくなったということで、まあ何をねアップしようかなって思ったんですけど、ちょっと今回は久々に脱毛症についてお話をしていきたいと思います。イエーイ。前からね、動画見ていただいてる方はわかると思うんですけど、私今、ウィッグ生活をしています。でね、私が脱毛症っていうことをカミングアウトした動画があるんですけど、なんとその動画を出してから半年が経ちました。早い、びっくりした。私も、まあ、脱毛症になってから半年経過して、今どういう状態なのか、あとどういう治療をしたのか、ちょっといろいろ喋っていけたらなって思います。何か少し参考になることがあったらなって思うので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。ということで、どうぞ。はい、じゃあまずはもう、そうだね、前結構はしょった話とかも詳しく話していきたいなと思うので、ちょっとのんびり話していきましょう。今現在の私の髪の毛は前より生えました。前より生えたよ。そうなんです、前より本当に一番髪の毛が薄くなってた時よりかはこのぐらい生えました。ちょっとね、みんなにね見せるまでちょっと勇気はないんだけど、本当に今髪の毛はこのぐらい生えています。で、私が脱毛症になったのは去年の9月の中旬後半あたりなんですけど、まずは抜け毛がとってもひどくて、そこから始まりました。お風呂入ってても手に絡まるぐらい髪の毛が抜けたり、朝起きたら枕にべっしり髪の毛ついてたり、あとフローリングにも髪の毛の毛玉みたいな感じで落ちてたりするところから始まって、最初の1ヶ月間ぐらいかな、うん、そう、病院に行ったのが10月の中旬ぐらいだったので、初めの1ヶ月間はずっと放置してました。まさか自分が脱毛症になってるとは思わなかったし、なんか、あ、これ季節の変わり目の抜け毛だろうなっていう感じで、そんな心配してなかったんですけど、ある日この左のね、まあね、前の動画でも話したんですけど、左側のここに大きな円形脱毛がもう本当にボーンってできて、もうそれ見た瞬間に、ああやばいって思って、病院に行きました。で、私はお家の近くの皮膚科に行きました。これもね、よく質問で多いんですけど、脱毛症になったら皮膚科に行けばいいですか、脱毛の病院行けばいいですかって聞かれることが多いんだけど、私は、皮膚科に行きました。で、お家の近くの皮膚科なんで、めちゃくちゃ大きい病院でもなく、こじんまりとしたちっちゃな病院に初めは行けました。で、そこで診察してもらって、この円形脱毛をまず見てもらって、なんか氷をね、ジューってこの剥げてるところにジュージュージューってなんか冷たい温度で逆にやけどさせるみたいな、それで刺激を与えて髪の毛を生やすみたいな治療をしてもらいました。でね、なんか私的にはこの円形脱毛のところだけじゃなくて、もう全体的に抜けてる気がしたので、それを先生に相談したんですよ。多分私的にはこの大きい円形脱毛症の他にてっぺんも剥げてるし、あとこの襟足も剥げてる気がしますって、そう言ったんですよ。そしたら、あ、じゃあそんなね、全体的から抜けてきちゃってるんだったら、うちとかちっちゃい病院より大きい病院紹介するので、大きい病院行ってくださいって言われて、そのまんま順天堂の大学病院に、紹介されて、そちらの病院に行きました。なんかね、順天堂の大学病院はそういう円形脱毛症とか脱毛症にすごい強いってその先生が言ってたので、まあ、その流れでね行ってみることにしたんですけど、今まで大学病院とか、まあ、自分の治療とかで行ったことがなかったので、まあ、大きい病院だからこそいろんな治療をしてくれるんだろうってすごい期待を持って大学病院に行ったんですね。でね、大学病院に行ってびっくりしたのが、毎回ね先生が違うの。私的には一人の先生がこうつきっきりで見てくれるって思ってたから、あ、先生違うんだって思って、毎回ね自分の症状を説明するのがすごく面倒くさかったんだけど、まあね、先生は先生でこうメモに記載されてるのを読んで診察してくれるから、まあ、説明する必要もないんだと思うけど、でも私としては自分の今の状況を伝えたくて、毎回違う先生に必死に自分の症状を伝えてました。まあ、そこで、一番初めは塗り薬、これ YouTube で薬紹介していいのかな、わかんないんだけど、これアンテベードローションっていう、これこいつをもらって皮膚ホルモン剤って書いてあるんだけど、これを、頭剥げてるところにこう塗っていました。で、あとね、飲み薬、
飲み薬、飲み薬のアレジオンっていう薬をいただきました。これね、両方とも毎晩塗って飲むっていう薬だったので、毎日忘れずに飲みました。で、また診察の時には、頭に注射を何本かブワーってこうやってチュッ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 やるんだけど、それがすごく痛かったです。で、初めのまあ3ヶ月4ヶ月ぐらいはずっとその治療をしてたんですけど、それでもあんま効果が出なくて、先生ちょっと全然効果出ないんですけどみたいなことを言ったら、あ、じゃあレーザー治療やってみますかって言われて、あ、もう本当に早く髪の毛生えてほしいんでやりたいですって言って、私レーザー治療をやりました。そしたらですよ、そしたら髪の毛が生えてきたんです。マジレーザー治療神って思ったもん。その日も確か注射をしてからのレーザー治療だったのかな。ちょっとその辺ちょっと記憶があれなんで、先生に皆さん相談して受けてほしいんですけど、レーザー治療は全く痛くなくて、こう頭にレーザーパチッパチッパチッ当ててく感じなんですけど、すごく私的にはそれが効果あったかなって思っています。で、病院はそんな感じですね。そのレーザーをしてから徐々に髪の毛が伸びてきて、今ちょっとこのぐらいで、あとね、そうだ、私変えたことがもう一個あって、シャンプーをね、オーガニックのものに変えたんですよ。これもね、なんとなくなんか効果あったんじゃないかなって思うんですけど、これはボタニエンスシャンプーっていうもので、株式会社サンコール、これ全然案件とかじゃないんですけど、普通に友達にウィッグカットしてもらった時に、シャンプーとかで剥げることもあるらしいよって聞いたので、その友達のお店にあるオーガニックのシャンプーを使いました。もうこれ使い切っちゃってもうないんで、もう一本欲しいなって思ってるんですけど、こういうね、シャンプーとかにちょっと気をつけるのも脱毛症の改善点になるのかもしれないので、よかったら皆さんこちらもチェックしてみてください。っていうことで、まあ脱毛症になって約半年でこのぐらい伸びた、そう、とりあえずこのぐらいは伸びるっていう感じかな。これあとロングになるまで何年かかるんだろうってさ、ちょっと計算するだけで悲しいんだけど、まあ今後もビッグ生活を楽しんでいきたいと思います。はい、ちょっと今日はね、語り動画だったんですけど、参考になったでしょうか。同じ症状を持ってる脱毛症の方、頑張ってモサモサの髪の毛を生やしましょう。たまに私もしょげることがありますが、お互い支え合って頑張りましょう。ということで、今回は土曜日でしたが、ちょっと語り動画を撮らせていただきました。ぜひね、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録とコメント、あと通知音をオンにお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。